浄水場でございます。この横にね、古墳が、大きな古墳がありますね。全長60メートルぐらいあるのかな。前方、こう、円墳やね。横は墓地でございます。奈良盆地がきれいに見えてますけど、こんなきれいに見えるのかね。まあ山を削って作りましたから仕方がございませんがね。これが公園部でございます。この辺からどうですか、見えますか。ああ、やっぱりね、公園部見ましたか。60メートルの高さが10メーター。下から言うと15メートルぐらいあるけどね。全長55メートルになってるけど、60メートルで聞いたんだけど、55メートル。ああ、なるほど。20メートルぐらいあるんちゃう、これ見るとね。で、聞いたら 20.1 メートルやで、長い。入れないんですけどね。高さが 3.8 メートル。高さはさほどないんだけどね。はい、覗いてみましょう。見えないんですけどね。あ、あ、どうだ、見えないか。見えまへんか。こうね。お、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 見えるわね。大きい。おー、すごいね。20メートル。ほんまや。すごい。これしか前見てなかったよね。おー、すごいすごい。はい。こうね、はい。袖は、両袖ね。これはなんだ、ここは。これはね、石棺の底やな。で、手前の石はなんだ、これは。これ、塞いでたんかね。いやいやいや、失礼しました。もうちょっと、こんな大きいものなんだね。これはちょっと入れさせてもらわないかな。どこ入れた？観光協会言ってたかな。観光協会一遍行ってみらなあかんな。これはすごかったわ。これは失礼しました。おお、すごいすごい。はい、横は、横も大きな石使ってくれてるよ。ほら、ちょっと現実の方がはっきり分からへんな。あ、ここは現実やろうけど、ということは、こう、両袖になっとんやろな。いやー、見せてくれたらいいのにね。ちょっと今度時間ある時にね、観光協会と話しましょうかね。観光協会の方がね、非常にね、フレンドリーな方やったらね、すごい入れてくれるのに、お、大きいね。入れてくれるのにいいけどね。なんか残ってんのよ、あそこに。あれ、なんだあれは。あ、違うか。あれ、影か。影でございましたか。すごい、すごかった。びっくりした。はい、ありがとうございました。いやー、平林古墳でございました。あの山口古墳なんか、あれびっくりしたんやけど、もうすごく大きかったんやけど、あの入口見たらちょろちょろ入ってないから。はい、びっくりしました。あ、よかったよかった。見れました、見れました。ほな、墳頂上がってみようか。まあ、上がってもしゃあないけどね。何度も上がっとるから。いつ来たかね。桜の時来てたね。今年だと今年来たんかね。今回は天皇陵を回るという話だったんやけど、その天皇陵がね、長いんですわ。ねえ、飯豊天皇陵はあるけど、あれ天皇さえないしね。それでしゃあないので、博物館行って、いろいろ聞いて。じゃあ、前方公園でも回りましょうということになったんやけど。いやー、桂木に天皇陵古墳が一気もないってびっくりしたね。石室の上でございますからね。わー、綺麗に見えるかね。南半など。ね、こんな簡単に近く見えるのかね。これ、若草山。若草山でございます。ちょっとね、ピントが合いませんか、ピントが。ピントちょっと合いにくいか。遠いもんな。遠いんでございます。
20キロは下げでございます、約ね。こっちが豊富のやっぱだいぶ高いね。見るからに何メートルか高いね。これ吹き石かね、これ残っとるわね。これほら石いっぱい残っとるよ。これよいしょ、こうね、豊富、まあ、豊富やね、間違いないね。豊富豊富、ずーっと前方ビューだいぶ低いんだけども、何メートルも低いんですけどね。桜はどうですか、桜は。あーと、まだつぼみ硬いですか。硬いですね。まだ12月だからね、硬いはずよ。桜は3月末か4月でございますからね。はい、ありがとうございました。平林幸運でございました。スキーズ見れましたけどね、ライト忘れて何回もうろうろしとんね今日は。